穏やかだった海が嘘のように大きな波がやってきて、列車はうねる海に飲まれてしまいました。次郎は光をしっかり抱きしめていたのですが、列車が激しく揺れたせいでバランスを崩してしまい、壁に頭を打ちつけて気を失ってしまいました。そして気がつくと、そこはなんとなく見覚えのある浜辺でした。光は、と彼の名を大きな声で呼んでみたのですが、光はもうどこにもいませんでした。次郎はその場に崩れ落ち、また僕は守れなかったと言って子供のようにワンワン泣きました。するとその時、誰かが彼を呼びました。そして顔を上げると、そこには彼が立っていたのです。泣かないでおじさん。おじさんはずっと僕を守ってくれたよ。でもそのまま気を失ってしまったから、僕が水を汲んできてんだ。さあ、飲んで。と、色をまとった少年は言いました。光。いや、君の本当の名は、次郎だね。と彼は言いました。そうです。そこに立っていたのは少年時代の自分自身だったのです。そして次郎は右腕を見せて、この傷は君にもあるだろうと言いました。次郎はスターロードで気づいていましたが、自分を騙して亡くした息子と光を彼と重ね合わせていました。そして彼はあの作文の話をしました。君は夏休みの作文で大人になりたくないって書いたよね。その大人になった君がこの僕なんだ。君と一緒に旅ができて遅いかもしれないが、大切なことに気づいたし、大人になった今では父さんのこともすごくわかるんだよ。すると子供の次郎がこう言いました。確かにそう書いたけど、最後はお父さんのようになりたいと書いたよ、と言ったのです。そう、彼は忘れていたのです。あの作文には続きがあること。どうしてみんな大人になるのでしょうか。いつからみんな子供ではなくなるのでしょうか。僕は台所にいるママに聞きました。するとママは僕を連れて、夏休みでも働くお父さんのところに連れて行ってくれたんです。僕とママはお父さんの仕事を邪魔しないように遠くから見ていました。するとママが、次郎はママの作るオムライスが好きでしょ、そのオムライスを食べるのはああやってお父さんが頑張って働いてくれてるからなのよ、と言いました。お父さんが僕らに気づいたので、僕はお父さんのところに行って、あんなこと言ってごめんなさい、と謝りました。将来僕もお父さんのようなかっこいい大人になりたいです。そしてママのように美味しいオムライスを作れる人と結婚したいです。ランランラン列車は走る、遠くなって消えてゆく、街の明かりに僕は背を向けて別れ続けた。淡い日々の思い出、おぼろに光る月は滲んで、涙は凍って溶けた。星がきらりと僕をいざなう。タクトを手に取り振れば奏でる星のネオーケストラ、続く長いレールのストーリー、Thank you.
深海へ。ただ潜って先が見えなくて、必ず決まって、そんな時は君が来て心照らした。君のその明るさが僕の道しるべ、心の闇間にじわっと染みて膨らんで弾けて彼方へ消えた。別れた別の道へ、さあもう時間だよ、さよなら。走るよ Milky Way Train。 さよならまた会う日まで。さよならまた会う日まで。さよならまた会う日まで。